拉致問題は岸田総理大臣は、北朝鮮による拉致被害者全員の即時帰国を求める国民大集会に出席し、拉致被害者の家族が高齢化する中、拉致問題の解決には一刻の猶予もないと述べました。 解決に向けては、トップ同士の関係構築が重要だとして、金正恩総書記と無条件で向き合う決意を示しました。